ショーン・ウィリアム・ニューカムは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、プリマス郡、ブロックトン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。相性はニューク。2014年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルスで、プロデビュー。 AQ バーリントンビーズでもプレーし、2球団合計で6試合に先発登板して0勝1敗、防御率6.2818奪三振の成績を残した。2015年は、AQ バーリントン、AQ インランドエンパイアシックスティシクサーズ、AQ アーカンソートラベラーズでプレーし、3球団合計で27試合に先発登板して9勝3敗。 防御率2.38168奪三振の成績を残した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2015年11月12日に、アンドレルトン、シモンズ、ホセブリセーニオとのトレードで、エリック・アイワー、クリス・エリス・金銭とと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2016年は、 参加の AA 級ミシシッピブレーブスでプレーし、27試合に先発登板して8勝7敗、防御率3.8652奪三振の成績を残した。2017年は開幕から参加のトリプル A 級グーインネットブレーブスでプレーし、6月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった。 同日のニューヨークメッツ戦では先発して6.1回を1失点と高騰したが勝敗はつかなかった。6月27日のサンディエゴパドレス戦でメジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは19試合に先発登板して4勝9敗、防御率4.3208奪三振の成績を残した。2018年7月29日に本拠地。 サントラストパークでのロサンゼルスドジャース戦では9回にアウトまで無安なカツアと1ストライクのところまで迎えるも134球目でクリステーラーに安打を許し同球場では初となるノーヒットノーランは惜しくも達成できなかった2019年のブレーブス最初のサントラストパークでの試合に先発した 対シカゴカブス戦で4回を投げ勝ち負けつかなかったが、試合は8から0で勝利した。次のマイアミマーリンズ戦では7回を2失点という結果だったが、4月13日のニューヨークメッツ戦では1回と1、3回しか投げられず、翌日トリプル A 級グーイネットに降格した。5月4日にメジャーに復帰し、しばらくはリリーフでの登板が続いた。 6月15日のフィラデルフィアフィリーズ戦で先発ローテーションに復帰したが JT リアルミュートの打球が頭部直撃し試合から離脱したその後7日間の故障者リストに入った6月25日に復帰しその日の夜のシカゴカブス戦で復帰登板を果たした恵まれた体から威力のある速球を投げ込む決め球のカーブを武器に三振ダッシュ能力も高いが 請求面に何がある。ありがとうございます。